おっしゃー、おーすげー、めっちゃいく、やばい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 、えぐい、おいおいおい、えぐすぎる、おーおー、そうでしょ、そんなジャンプある。はい、どうも、とっぴです。はい、けいです。だけど本日は都心のど真ん中、東京ガーデンテラス来てます。はい、じゃじゃじゃん、ビール高え、ビールで、ね、今回の釣り場はここから10秒で着きます、はい、この都心のど真ん中の釣り場にものすごく大きな、ね、魚がいる釣り場があるという噂を聞きつけたんでやってきました、はい、じゃあ行きます、はい、弁慶橋ボート場、はい、まさかこんなところに釣り場があるなんてっていう ね東京のど真ん中おはようございます。おはようございます。はじめまして、ここが弁慶堀です。ここはどういう特徴の釣り場なんですか？ニジマスを放流してるんですけども、はい、半分野生で半分缶釣りみたいな感じになってますので、はい、半分野生ですか？そうですね。じゃあもう普通に野生の餌を食べてるって感じですか？はい、中にブルーギルとかいまして、それとかも食べてますし。え、ギル食べてるんですか？ギル食べてます。ニジマスが、はい、どんな環境だからめちゃめちゃ引くと思います。マジですか？はい、今の時期は結構引くんですか？今が一番面白いかもしれないです。あ、そうですか、はい、でここはボートに乗って釣りができるということですね、はい、まあ、ちょっとこれ見てもらったらこんな感じで、ね、ボートが今用意されてます、はい、じゃあちょっと早速釣りの方行ってみましょう。はい、行ってみましょう、はい、よし、じゃあ出船ですよ。はい、手漕ぎボートです。で結構ね、ここバスもいるらしいんですよ。もともとバスの缶釣りだから、まあもともとはどうか知らんけど、初めてやから右も左も分からなすぎて、どこがいるのか全く分かんないのよ。あ、なんかいる。いる？あ、じゃなくて木だった。そう、なんかああいう木とか藻とか結構ストラクチャーが沈んでるから、これ両サイドえぐい藻があんねんか。すごいね。こんなとこあんた投げたら秒で引っかかるから、ね、引っかかるね。あんまり岸際投げたらすぐ引っかかると思うな。多分ボトムは攻められへんな、これ。で水がね、見てもらったら分かる通り、まあ待ってなのよ、うん、なんかちょっとね、魚影は見えへんけどな。水がもうちょい前は透明やったらしいよ。見てください、このね、コントラストのあるロケーションこっちが都会でこっちが森、向こう見てくださいよあのビール、もうめちゃめちゃ不思議なんやけど、ホテルニューオータニからの堀っていうね、このロケーションすごない？これは新鮮よ。じゃあメルティースパローのね、ブラウンからいきます。結構ね、水濁ってるんで濃いめの方がアピールが効くんで、こういう時は表層から巻いていきます。本当はボトム取りたいんだけど、ボトム怖いよな。さあ釣れるかな。うん、なんかに触ったな。おっけ、食った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 、いきなり食ったよ。うわ、めっちゃ引くめっちゃ引くめっちゃ引く、うわめっちゃ引くぞ。なんやこれ、めっちゃ引く、やばい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 、えぐい、えぐすぎる、えぐすぎる、おい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 、あ、外れた。え、嘘でしょ、最悪、でかかったやば、あんな引く、びっくりした。あんなのがいんの、やばいぞ弁慶堀。ちょっと舐めてたな いきなりあんなん釣れると思わんかったな。コンコン言ってたのあれ当たりやったよな。なんかボトムに吸ってるんかなと思ったけど、おお、着底と同時に当たったぞ。食った、ホールで食った、でかい、うおでかいでかい、めっちゃ行くな。しかし連発や、連発、うわー、鬼ジャンプ、でかっ、よっしゃー、いったで、めっちゃ引いた。45ぐらいあるねこれ。でかい、さっきバラしたのもっとでかかったからね。引きがやばいよ、引きが面白い、めっちゃ引くわ魚が今の時期一番引くって言ってたから、確かにって感じこう釣れるな、普通に。そんな難しいことないわ。次ちょっと上から巻き下げてくるわ。ここはね、水深がね、一番深くて 2m ちょいって言ってたから、岸際は浅くなっとるらしいから、そのシャローに入れて、そこから深場に対して巻き下げていって、ちょっと合わせていこう、地形に同調させる感じ。おっしゃー、おー、すげー、バッチリやろ、すげー、でかいでかい、これも連発連発、すごい引きだね、すげー引く。これもこれヒレ綺麗な、こいつは野生感あるぞ、これむっちゃ引くわ、すごいね、弱らへんだけど、サイズは40ぐらいやで、ね、やけど全然浮かへんな。あー、くそ、嘘でしょ、何ターンいってんの、やっといったよ、うわ時間かかった。尾びれもヒレピンじゃないんやで、でも、ね、でも体綺麗な、すごい汚れてないわ。ネルティースパローのブラウンのゼラシ、はい、ね、リリースする場合は絶対船の上に上げたりしないように、魚傷んじゃうんでね、なるべく水中の中でリリースするようにしてください。はい、もう一回スパローめっちゃ効いてるわ。表層から若干巻き下がる軌道で駆け上がり沿いを通していく。ほら、一発や、08パターン、やっぱそういうことや、うん、これもでかい、うわすごい、やばいやばいやばい、お、結構でかいんじゃない？でかい、これも
でかっ、これはでかいわ。でかいよそれ、うん、おっしゃー、これは50あるやろ。ジャスト50でっけ半端な太鼓やね。うん、でスパローの08のブラン、こんな都会の真ん中でこんなでかいの、こんなボコボコ釣れんの、ね、めちゃくちゃ面白い。これめっちゃいい魚よ。弁慶堀やばい、おもろすぎる。いいとこ見つけてしまったよ。駅にはすごいね、今がかつてない映像になってるはず。左に行っちゃうとまずいかも。ここの方がちょっと高い。おっしゃ、食った。しゃあ、これもぼちぼちやね。でかいね、やっぱ釣れれば全部4ジャップ、うん、スパローのこれはチャート、はい、連発連発。レンジが今日はバラバラで、どの棚なのかっていうのはいまいちパッとしないよな。よっしゃー、そのトレス、おこれでかい、これでかい、これでかい、これも50ぐらいあるかも。うお、でけー、めっちゃ粘るのよ。よわら、こいつはボトムトレスできたわ。棚がバラバラやわ。スパローのイエロー英語ボトムトレスでした。最高もあるね、うん、何よりめっちゃ引く。ボトムトレースでいくよ。もうイエローめっちゃ効いてるわ、ね、ほらバッチリや。これもでかいぞ、引きがエグすぎる。うわーエグいな。これそうでもないけどね、サイズこいつは40ちょいやけど、よく引いたね。これもボトムトレース、うん、今ボトムいっちゃったんで、ね、あったかくなった、うん、ボトムちょい上、10センチから15センチ難しい、うん、でもそこにおる。よっしゃー、手前、手前で食ったよ。最後ロット下げて手前まで送り込んだ。今つけとるところが一番深いからさ、最後まで粘った方がいいね。うわーよく引く、やばい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 。うわーめっちゃ引くぞ。えぐすぎえぐすぎ。どこまで行くの、どこまで行くねん。ういたー、うわこいつ綺麗な、めっちゃめっちゃ最高もバッチリやし、キレも綺麗な、うん、ね。こういうボートフィッシングの場合、手前に来るに違ってこう竿をこう下げていって、よっしゃ食った、足元の、おーやべえ、もうえぐいの引きが上がってきません。帯で見てよ、うん、綺麗だね、綺麗ピンピンじゃない、ね、めちゃくちゃ綺麗よ。なんでこんな引くのっていうぐらい引くから。そして蛍光フューチャー効いたよやっぱり、ね、さあというわけで弁慶堀のスタッフ今野さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと初めて来させていただいたんですけども、はい、すごい魚大きいですね。 ありがとうございます。いやびっくりしました、しかもあんなに引く魚がいるとは思わなくて、むちゃくちゃ引きましたね。はい、もうでかいのだけを入れてる感じです。そうなんですね、アベレージで多分45前後ぐらいかなっていう、はいはい、それぐらいを入れてるつもりです。ですよね、はい、こんな東京のど真ん中にこんな大物がバカバカ釣れるエリアがあるなんてっていうので、ちょっと衝撃を受けてるんですよ。あ本当ですか、はい、もうそれは嬉しい限りですね。いやこのロケーションでボートで釣りができるっていうのもめちゃくちゃ面白いですね、はい。ここはニジマスだけじゃないんですよね。そうですね、いろんな魚が、これからのシーズンだとブラックバス狙う人が多いと思います。あバスですか、はい、ニジマスとしては時期はどれぐらいまでがいいんですか。12月ぐらいから放流始めまして、はい、まあ、冬の間ずっと大丈夫で、はい、あとは水温が上がったらおしまいって形になっちゃうので、あー、まあ、ゴールデンウィークを越すか越さないかぐらいが一つの基準かな。はい、そうですね。なるほど。しかもまあ立地が最高ですよね。それは本当にうちの売りかなと思ってます。ですよね、はい、都心から0分というかこれはやっぱ都会の真ん中でアクセスよくこういう雰囲気でもできるっていうのはすごくいいかなって思います。いやもう本当に最高の褒め言葉をいただきありがとうございます。いやこれも本当に皆さんめちゃくちゃおすすめです1日1匹でもいいからでかいのが欲しいって人にはすごいいいと思います。なるほど。あともう一つが、はい、なかなか遠征する時間がない人とかも、うん、半日とか数時間だけでも楽しめるかなと思ってますので。なるほど。業界を通してやっぱりまだまだそのフェザーに対する偏見みたいなものって多いんですね。あフェザーに対してはどんな風に思われてます。うちに来てくれてるお客さんって釣りもしたことがありません、魚も一匹も釣ったことがありませんって人がいて、その人が釣れて楽しいって思いをいかにしてもらえるかっていうのが一番だと思ってるんですよ。その中でフェザーが釣れるっていうのもぜひとも使っていただきたいと思ってて。素晴らしい。いやこの考え方がないところも実は結構多いんですよ。あなんかね肩にはまった釣らせ方しかさせたくないっていうところがあるんで、そこにあたってやっぱ弁慶堀さんは言うてしまうと敷居が低いというか、初心者の方でも気軽に遊びに来れるっていうそんな雰囲気ですよね。だと思います。ほんだけどそういう考え方の人が増えてほしいです。釣り場の方にそうやって言っていただけるのは僕もすごい励みになるんですよ。やっぱりこの缶釣り業界を変えていきたいなと思って、はいはいはい、いろんな釣り場さんと僕はこうやってお話をさせてもらってるんですよ。共感していただける釣り場がまた一つ増えたなってすごく励みになりました。今日僕の見た感じだともうそれ缶釣りっていう括りじゃなくてもう釣り全体を支えてると思うんですよ。ともかく魚を釣って楽しいと思ってくれた缶釣りから始まるかもしれないですけど、
て、それがいろんな釣りに散っていくと思うんですよ。確かに。その入り口としてその考えの人たちがどれだけいてくれるかが勝負だと思ってるんで、うん、そういえばイナップの牧野さん、光太くんが光太くんっていう間柄で、あの牧野さんが実は幼少期の頃からここに来られてたんですね。そうですね、あのそこのテーブルで中学3年生に上がる春休みの宿題やってて、はい、僕代わりにやってたんで、その宿題を。そうなんですか。もう親やん今ではすごい好青年ですよ。いやもう本当に彼も頑張ってって聞いてて、はい、それ聞いて本当嬉しいんで。ああそうですか。あの人もすごく缶釣り業界を変えたいと思ってやってるんで、協力してやっていきたいなと思ってるんですけど、いやまさかまさかのつながりで世界狭すぎるやろっていういやそんな感じでね、弁慶堀さんめちゃくちゃおすすめです。本当におすすめなんで、皆さんぜひ一度遊びに行ってみてください。特にねでかい犬が好きな人来てください。でめちゃくちゃ魚も引きますんで、ぜひ皆さん弁慶堀さん遊びに来てください。というわけで弁慶堀のスタッフの、今野さんとお話しさせていただきました。今野さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでここから一人でやっていきます。はい、頑張れ、はい、じゃあ一人だけど頑張ってね。いってらっしゃい。では浅川地下遊歩道でトッティが止めてる場所まで行ってみましょう。高速道路の真下なのかな。遊歩道を通ると釣りしてる人たちが見えるので、ここです。ちょっと覗き見するよ。さあじゃあ一人っきりですけどやっていきますよ。ケイちゃんはねあそこから外から見てます。じゃあスパローのイエロー 0.5 これで行きますね。次表層から行きますね。結構棚散ってるんでね、上で食ったり下で食ったりしようるんで、今やっぱ巻きがいいですわ。今活性がめちゃくちゃ高いから巻きでガンガン食ってくる。よっしゃー。お、これでかい、これでかい、これでかい。うわーよく引く。めちゃくちゃ引く、マジでやばい、やばい。えぐ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 。そんな引く。釣れてる、釣れてる。おーすごい伸ばされてる。でかいかな。やべえ引きや。うおー、おっしゃー、これは50あるやろ。いい魚、スパローのイエローの 0.5 やりました。さあ続いてはこちらライティングのベージュで行ってみます。風がなくなったタイミングじゃなくて使えないけど、ボトムまで落としていきますわ。まあ、あとここ障害物がめちゃくちゃ多いんですけど、ライトイングは、ね、障害物すり抜き能力が結構高いから、ボトム攻めする場合はライトイングがいいかなと思う。よっしゃ、ぼちぼちや。ライトイング来たよ。ボートも取れし、40ないね。40ないやつ珍しいな。やりました、ライトイングのベージュボートも取れしです。風がなくなったらライトイング使えますね。続いてはまたスパローの05のベージュでいきます。放送でいきます。いろいろしていかんとあかんって感じですかね。放送はエグい。いやもうこれもエグいぞ。これもエグ引くわマジで。ヒレピンピンやるべき。オーケー、ヒレピンです。ヒレピンですよ。都会のど真ん中でこのヒレピンが釣れるっていうね、これやばいでしょ。スパロー05のベージュ放送巻き効いてるわ。何これ何これ、こいつかプル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 言ってんな。スパローがっつりフッキングしましたよ。これはやばい。でもこれを食ってるニジマスがいるらしいんですよ。それはそれでやばくない。ちょっとテクニカルではあるけど、それがまた面白いですよね。何より魚が引きますから、釣れた時の楽しさが半端じゃないですよ。こんなところがあったとは。ボトムトレス、これもでかい、いいやつや。これも45から50近いですね。よく引くな。ヒレピン、ヒレが、こいつもヒレやばい。ヒレエグい、ワイルド化しとる。やばいっすよこのクオリティ。弁慶堀やばい。さあではラストはこの誰もいないところ、一番端っこの方にやってきました。ここ最高に落ち着く。ラストはここでやっていきたいと思います。さあではこちら FL チャート、蛍光チャートです。 UV で光ります。もう最後は表層でベイトを追い回してるようないいやつを撮りたいなということで、ロマンの表層を巻いていこう。
嘘でしょ、そんなジャンプある、そんなジャンプある、うわーえぐいって、えぐいって、えぐいって、ネイティブジャンプ、ボートの中上がってくる、うわうわ嘘でしょ嘘でしょ嘘でしょ、ヒレピンピン、やばい、完全な野生化、うわ完全に野生化してる、よっしゃ、やったたぞ、えぐいの、いったえぐいの、やばいやばい、この帯で見てください、やばいってこれ完全なワイルド、やっぱワイルド化したやつのジャンプは迫力が違うわ、これが弁慶堀か、恐ろしすぎる。さあ、というわけで初の弁天堀さんでしたけども、いや楽しかったです、ドハマりしちゃいましたね、こんないい場所もっと早く知りたかったね、マスがマジででかくてめちゃくちゃ引く、半分ネイティブみたいなマスが釣れます、この景色でですよ、都心から0分でそれでこれが釣れるっていうのはすごいですね、まあそんなめちゃくちゃ簡単ってことではないんですけども、でも逆に価値ある1本ね、でっかいやつだったりめちゃくちゃ引くようなやつだったり半分野生化したようなやつを釣りたいって思う人はね、ぜひ一度来てもらったらいいかなと思いますね。というわけでね、今回の動画良かったと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。トッピーでした。